デイトレする際、貸借銘柄と信用銘柄で違いありますか？そうですね。僕は貸借銘柄、カロリーもたくさんするので、貸借銘柄の方がいいと思います。実際それでやってました。なぜかというと、株は上がると下がると2つあるんで、どっちも取れた方が、もう明らかこれ下がるだろうっていう時に買いしかできない銘柄だと、ただただチャンスを逃すことになるので、買い売りもできる方がどっちも取れるから効率いいよねっていう話です。ロングとショートどちらで取引することが多いですか？また戦略が変わったりしますか？圧倒的にロングの方が多いですね。基本株は上げるように企業は努力しますし、売りよりは買いの方が、いろんな面で有利なんじゃないかなと思います。あと物価が上がっていくので、物の値段は相対的に上がっていくので、株価は、どちらかというと上がっていく方向に向いてると思うので、何にせよ全てにおいて買いの方が有利ではないでしょうか。株は心理学ってことですか？そうですね。短期は特に。長期でもそうですかね。結局、美人投票みたいなもんで、みんながいいと思えば上がるんですよ。それがたとえ嘘でも、すごい技術が開発されましたみたいな。これは、将来とんでもない技術ですってみんなが思えば株価は無限に上がるわけですよ。実際それが、全然大したことない技術であってもみんなが勘違いすれば上がるわけなんで、なのでただの心理戦みたいなとこありますよね。本当にそれは価値があるかじゃなくて、みんなが価値があると思うかどうかの方が大事なので、ただやっぱり賢い人、東大生とか京大生みたいな人が大して勝ってる人が現れないのは、多分それを見抜いちゃうんですよね。賢すぎて。なのでその本質が分かっちゃうから、そういうのに乗れないし買えないし、でもその人が株を動かしてるわけじゃなくて、他の大多数の東大生とかじゃない人たちで株が動いてるから、結局そっちを読んで売買した方が買っちやすかったりします。